改めてになりますけれども、新幹線新鳥栖駅、まあ、鳥というイメージでこういう感じになっていってますけれども、こっち側が西の方、こっち側が東の方ですね、こっち側が博多方向になりますけれども、西口の駅前にはこの20台分のバスプールという、まあ、大変、大きなバスプールが準備されています。でこれは、ここの新鳥栖駅から降りてもらって九州各地に知っていただこうという、その観光バスが非常に使いやすいようにしようということをで、こんだけの台数が確保されていますし、また南側の方にパーク&ライドの駐車場が24時間100円という、まあ、大変に安い金額で630台を置けるようになっています。すでに開業した部分について社長さんにお伺いすると、九州の方は新幹線に乗っていただけるということはよく分かったと言われています。今新幹線開業している地域というのは、その新八代と鹿児島の間で乗ると3、40分で着いてしまうぐらいの距離なんですよね。だけどもその区間だけどもお客様に乗っていただけている、開業効果だけじゃなくてその後もお客さんどんどん増え続けている。ただ誤算だったのは、その新幹線の駅まで車で来られるっていうことには気づかなかった。で自分たちは例えば鹿児島中央駅にあれだけたくさんのお客さんが来られるようになれば、ひょっとして指宿枕崎線の利用者も増えるんじゃないかと密かに期待していたと。ところが実際にはどうだったかというと、鹿児島中央駅まで車で来られるっていうお客さんが圧倒的で、その結果当初予定してた駐車場じゃ足りなくなって、1年後とか2年後に駐車場の増設をしなければいけなくなったって言われるんですね。でお客様にも迷惑かけたし、あんまりかっこいいもんでもなかった。だからやっぱり九州に新幹線の駅を作るときには、そこまで車で来ていただけるお客様にどれだけ便利にするかということを最初から考えておかなきゃいけないよということを、私は数年前に当時の石原社長からずっと伺っておりました。そのことを橋本市長にもずっと申し上げ、市長のご理解いただいてですね、まあ、今回こうしたことになったところでございます。そしてこの西口の広場のからちょっと行ったこの辺のところに、ハイマットが あと2年後の春に、整備されることになります。そしてまたこの駅から鳥栖のジャンクションまでは約10分ということで、その新幹線の駅と高速の駅が高速の乗り場は比較的近いというのが、まあ、特徴かと思います。本当はもうベタッと一緒ぐらいがいいんですけど、なかなかそのこういう空港もそうなんですけども、こう新幹線の駅と高速道路というのが有機的につながっているというところ、我が国の場合あんまりありません。さてこれもおさらいです。新鳥栖駅には1日で合計100本の新幹線が停車をします。この直通の桜の本数が少ないということだけが取り沙汰されましたけども、九州内の桜というのがありまして、これが結構止まってくれるようになりました。でツバメは元より随分止まりますので、合計100本止まるようになっていまして、ということは結果的に言うと1時間に上下4本ずつなんですね。でなんとなく1時間に時刻表示ですよ、9時とか10時とかいうところに4つ書いてあったらなんとなく使えそうな気がされるんじゃないかなと思いますけど、まあ私はまあまあだと思います。でものすごく JR 九州も配慮されたんだなと思うのは、この直通桜は久留米駅に止まる方が多いんですけど、九州内桜は新鳥栖駅に止まるのが多いんですよ。そして合計の本数が新鳥栖駅100本じゃないですか、久留米駅は101本なんですよ。なんかワンちゃん大行進っていう感じなんですけども、ということになります。であとさらにこれはあんまり言われてませんけども、今回新幹線ができる思わぬ効果ということになると思うんですけども、九州新幹線ではなく長崎本線、佐世保線の特急の本数が結果的に増えるようになりました。それは今まではかもめ号というのは長崎まで行ってましたよね。で、緑号は佐世保で、ハウステンボス号は途中まで佐世保行きと一緒にくっついていって、まあ、排気で分かれてハウステンボスに行くっていう感じだったんですけども、でこれからはハウステンボス号と緑号とかもめ号が全くバラバラに運転されるようになりました。つまりどういうことかというと、今まで連結運転をしていたので途中肥前山口とかで分かれてたわけですけども、分かれるのがなくなりまして、博多から鳥栖、新鳥栖、佐賀みたいな感じでハウステンボスまで行きますということで、途中で連結とかの作業が行われなくなります。ですから、もう一遍言うと分かりにくかったかもしれませんけども、1時間にカモメ号と緑号とハウステンボス号がそれぞれ3往復するっていうふうに基本的に変わっていくんですね。その結果どういうことになるかというと、例えば
私は今佐賀市に住んでますけども、佐賀から見ると佐賀博多間の特急の本数が今まで2本だったやつが1時間あたり3本になるっていうことで、まあ、非常に乗りやすくなった。でさらにこれが西九州ルートが開通すると、その長崎方面に行くカモメ号の本数がさらに増えますので、もうそうなっていけばもう本当に時刻表を気にせずに乗るということになるだろうと思います。で私は佐賀市に住んでいて思うんですけども、佐賀市から見た時に博多って結構近い感じがするんですね。で一方でその近い感じっていうのを福岡の市内に住んでおられる方がじゃあやっぱ鳥栖に行こうとか、その佐賀に行こうと思った時に同じように思っておられるかっていうことについては若干違いがあるような気がしています。この我々から見た時のあの博多の近さと博多の人から見た時の鳥栖や佐賀の近さっていうものをできるだけその時間の差を埋めていくっていうことがこれから求められていくんだろうと思いますし、そうなっていくと近いから簡単に例えばなんか鳥栖でイベントがある、あじゃあもう普通になんかどっかで西陣でイベントやってるのと同じような感覚で出かけていくようになるとかっていうことになるとですね、もっともっと鳥栖の可能性が広げていくし佐賀県全体の可能性が開けていくだろうと思います。で、まあこれはまあそうっすよねっていう感じ で特にいい面もあれば、心配な面もあるっていうのがこの縦軸が強化されますから、その佐賀県として見た時にはこの縦軸が太くなって横軸が、印象が薄くなるんじゃないかっていうことが心配だということで、それはもうはっきり言ってその心配はすべてでありますし現実の問題ですし、全く影響をゼロにすることはそれはもうできないだろうと思います。また逆に言えばそういったのがあるからこそ10年後には西九州ルートが予定されているわけでありますけれども、やっぱり次はこの次はこの西九州ルートでやっぱこの辺にまた光を当てていくということもしていく必要があると思います。 でこの新都市駅というのは今魅力から言うと車での移動に非常に便利だということと、あとはまあ鉄道の拠点でもあります。で特急は全部新都市に止まることになりましたんで、だから在来線と新幹線の乗り換え駅としての機能はもう十分に果たすことができますし、まあ、博多駅よりも駅が小さい分乗り換えがしやすい、所要時間が短い、そしてできるだけ、バリアフリー日本一の駅にしたかったんですけど、ちょっと日本一までは行きませんでしたけども、非常に使い勝手のいい駅になっていることは間違いないと思います。新都市から見ますと吉野ヶ里まで30分、武雄温泉まで45分、まあ、ハウステンボスまで車で90分、電車で80分みたいな、こういう感じになってあります。とにかくここから東西への人の流れを作り出すことが必要ということで、湯布院までも大分で80分ぐらいで行くことができるというものでございます。さあそれでちょっと先輩の事例を見てみましょう。平成14年、八戸に開業したのが平成15年か16年だったと思うんですけども、あ14年の12月ですね、八戸っていうのはここです。でここに開業した結果どういう変化が起きたのかっていうと、例えば、この辺にある青森、とかですね、この弘前、この辺までのここの辺にある観光施設にもいい効果が出てるということであります。例えば弘前のねぷた祭りは、この八戸までの開業の前後に比べると 117% ということで、つまり 17% 伸びたということですね。つぶらはんねぷた村というと観光施設は 20% 以上伸びてるっていうことで、この八戸から130キロある弘前までですよ、130キロですよ。ということを考えればここからハウステンボス行くとかそういうのと変わらないぐらいなわけですけど、それでもこういう効果が出てきているということでございまして、まあその青森市内の青森県内のいろんなものの効果を見てますけども、その距離が遠いからダメだとかって諦める必要は全然ないということであります。で今度は新青森開業に向けて青森県の取り組みをしていますが、ちょっとこれはもう飛ばしましょう。まあ、いろんなことやってますよということで、ございます。で、じゃあ佐賀県はどうしてるかというと、佐賀県でも取り組みがいろいろ始まってます。すでに旅館ホテル生活衛生同業組合で、この女性陶芸作家による女性のための皿の利き酒セット、佐賀県はこの九州の管内というのはどちらかといえば焼酎の文化だと思われてるんですけども、この沖縄を除く九州7県のうち最後まで日本酒をよく飲んでた県は佐賀県なんですね。で去年ぐらいに、あ一昨年ぐらいに焼酎の方が清酒の消費量を抜いたんですけども、それでもまあ日本酒王国であることは間違いません。それで佐賀県は全国で2つしかないんですけども、県産の材料を使って県産の
水 で県内の工場で作ったものの中で美味しい日本酒を原産地管理保証認定制度というものを使って認定をしています。つまりこれは本当に佐賀県のもので美味しいよということを県が、まあ、印をつけているようなものなんですね。そこをこの間そういえば紅白歌合戦の時に嵐の大野くんがとか嵐のメンバーが全国にこう分かれていろんな伝統技術を見に行ったの覚えてませんね。あの時にこう大野くんが佐賀に来てたじゃないですか。で佐賀の酒造りの現場を見てましたよね。あれどこかご存知ですか。あそうしまった、これ流れてるんですねニュースで。あまずいな。しまった、やめてみます。すっかり忘れてました。次です。新都市駅田の温泉卓球大会、まあ、こういったものもやってます。これやろうとしてるってこと、ね、やってますよね。温泉卓球っていうのは昔この、 温泉のスリッパーの裏側でもって卓球大会やるみたいなものがあったじゃないですか。でこう雰囲気的に、ね、こう昭和のレトロな雰囲気として温泉卓球のがありましたけども、それを今嬉野温泉は日曜日の夜に温泉卓球やるっていうのをイベントとして、定着させてまして、それをやろうじゃないかっていうのがあるんです。あとはまあそれぞれいろんなところがやってまして、この大町のこのタロ麺なんていう、新しい麺なんか、こう古い麺を復活させてるんですけども、そういうの面白かったりします。はい、それで、あとはハウステンボスとの連携っていうのをかなり今やってきてます。ハウステンボスはさっきも言ったように、まあ、車でも電車でもだいたい1時間ちょっとぐらいのところにあるわけですけれども、まあ、ここが今 HIS さんが買われて、あ、じゃあだったら澤田さんが買われて、でかなりいろんな工夫をしてどんどんお客さんを入れ込まれて、かなりお客さん増えつつあります。で今度は上海と長崎の間に航路を作るとか、そんな話もこうおっしゃってますよね。かなり元気になってきてますん でここと連携をしていきたいということで、ハウステンボスさんも比較的乗り気、比較的というか割と乗り気でございます。でやっぱりハウステンボスも非常に危機感強いんですよ。この今回鹿児島ルートが開通すると縦の線が強調されて、ハウステンボスのお客さんが流れなくなるんじゃないかなと思ってるんですね。でそういった点について、まあ、我々が温度をとって、その長崎県とか大分県の観光の人たちと一緒になって、でその新都市駅を使ってそこから西に流れる、東に流れる、そういう人の流れを作っていきましょうということをご提案させていただいていて、まあ、なんとかこういう共同開発、ルートの開発もできそうでございます。あとは望郷の道という北方健三さんが書かれた本があります。北方健三さんは唐津のご出身なんですけども、この方のご先祖が古湯というか富士町のご出身で、まあ、古湯が昔鳥羽があったんですね。鳥羽です。まあ今風に言えばカジノです。でも鳥羽です。その鳥羽の女親分さんだったんですよ。でその女親分さんと川筋から養子に来られた人とが、まあ、最初一緒に暮らしておられるんですけども、その女親分さんは金遣いが荒く、そので男の人の方は地味になんか帳面付けかなんかしておられたらしいんですね。でいくら帳面付けて丁寧にやってももう全然使われてしまうので嫌気がさして逃げていってしまうんですね、台湾まで。で16円持って逃げていかれて、そしたらその女親分さん追っかけていくんです。そして当時は台湾で日本領土なんで、それで台湾であそこ砂糖が取れるんで、それを使ってお菓子屋やろうっていうので始めたっていうのがこの新高製菓っていうお菓子屋で、新高バナナキャラメルとかですね、新高ブロックスとかそういうのが昔あったっていうのはこう年配の方覚えておられるかもしれません。だから佐賀駅の前にね、佐賀屋っていうお菓子屋があったんですよ。これ誰に聞いてもみんな覚えておられないみたいなんですけども、まあそういったいろんな物語がありまして、でこうしたことをやっていこうよっていう動きも出てきています。それと県内でも始まっている取り組み、あ、ちょっと待って、あ、そうですね、いいですね、はい。県内でも始まっている取り組みのあと他の例としてはこのトスンカレーロールっていうのは、これレシピが公開されたっていうことですよね。いや、パッと見た時はこれはいいんじゃないかと思って、私個人的に一押しにしてるんですけど、その要するに、この皆さん、船焼きって分かります？はい、うん、だから、なんかまさにだから要するに船焼きの具を、まあ、カレーにしてロールにしたような感じのイメージだと私は思ってるんですけど、 そういう感じでいいんですかね。だからで船焼きっていうのはまさにこうトスのもんじゃないですか。でそういうものをこう新しい具材に包んで売るっていうのは非常に僕は素晴らしいと思うんですね。で地域と無縁じゃないというところがいいと思うんですよ。ね、その都市に住んでる人は船焼きといえば分かる、
で、それは鯉何ですかって言ったら、鯉はね、昔からとすに船焼きのあってさいっていう話で話ができる。で、それをまたこうカレーという、まあ、嫌いな人があんまりいないものに包んで、でその出していけば、そのこれは面白い、まあ、名物になるんではなかろうかと思って非常に注目をしています。あとこれも面白いですね、新幹線メガドッグロングソーセージ、あのサブウェイっていうサンドイッチ屋が都会に行くとありますよね。あれはもともとアメリカの学生が考え出したサンドイッチ屋なんですけども、何がサブウェイなのかというと、その普通はサンドイッチっていうのはこう食パンみたいなやつに挟むわけですけども、そのサブウェイっていうのは、この長いパンに挟むんですよ。このパンの長さが地下鉄みたいだっていうのでサブウェイっていう長さになってるんですね。で、こっち新幹線ですからね、もうびっくり、先が見えないぐらい長いサンドイッチを作ってくれないかなと。で、そういったものをこの開業の時に、その世界一長い、サンドイッチっていうのを、世界一長いね、ドッグっていうのがあるみたいなんですけど、世界一長いサンドイッチっていうのをやってもらったら面白いんじゃないかなと思ってて、もう間に合わんと言われてるんで、ぜひなんか開業1周年記念ぐらいでですね、その世界一長いメガドッグっていうのをやってもらったらと。で、このロングソーセージっていうのは、多良町にあるその立花畜産さんっていうところが作るとおっしゃってましてですね、で、これこれで非常に面白いんじゃないかと。まあ、美味しいパン屋さんは都市地域にいっぱいあるでしょうから、なんかその辺がうまく組めればですね、都市のパン屋さんと多良町のこの畜産屋さんが一緒になってとなればですね、こう非常に広がりも出てきていいかなと思っているところでございます。あとは桜羊羹、まあ、これはちょっとありますけどね、七軒神そうだ、うん、なんか賢くなりそうな、そうだ、まあですね、コラーゲン入り、何でもコラーゲン入れればいいとかっていう感じもしますけど、いや入れた方がいいんですよっていう、いう感じです。まあ、あとはこういったこの新作門コンテストというのも、こういったのとは別に、もうその新商品でもいいし、今まで既存の商品でもいいけど、まあ、新幹線を景気にとにかく売っていきたいっていうものを集めてますっていう感じでやって、結構応募来てます。100何件くらい来てるんじゃないかな、あ、割と来てます、ということで、ございまして、あと10分となりましたけれども、で、そういうですね、いろんなものを生み出していくために行政としてどういう支援を考えているのかっていうと、一つがですね、この新幹線プラン策定費補助といって、まあ、これは県内のいろんな団体にこういったことを考えてください、まあ、その市民団体とかですね、そういったところに考えてほしいということで、プラン策定にかかる経費を助成しましょうということを考えています。